私のチャンネルですので溶かされるんですよ。答え合わせします。さあ、そうですね、福祉ですよね。今はどういう感じでじゃあ勉強してるんですか。海外行くんですよね。さて始まりました、もちチャンネル。さあ今回はですね、じゃん、自己紹介お願いします。はい、佐藤孝明です。よろしくお願いします。受験生版タイガーファンディングで条件付きオールというか、まあ、自分で条件を課したそうですねという形なんで、まあ、合格できなきゃっていうことなんですけど、はい、岡山大学、はい、でトフルをずっとトイフルと言い続けたっていや、お恥ずかしながら間違えていました。多いので言う人、あ、そうなんですね。トエイック、トイフルっていう人多いんですけど、まあ、一応正式にはトーイック、トーフルなんですけど、まあ、トフル、トイックっていう人もいますが、そんな中でまあ英語力をね、いろいろと突っ込まれたんですけど、はい、どうでした、その後。気持ちもこう入りましたんで、はいはい、うん、勉強時間伸ばして準備してきたつもりです、はいはい、じゃあ、はい、まあ、もちろんですね、私のチャンネルですので溶かされるんですよ。当然ですね、はい、ということでネット上にもう出ているトフルのサンプル問題というか、まあ、本物のトフルを作っている機関が作ったものになりますので、はい、まあ、全部やったらすごく時間かかってしまうので1セットだけとりあえず10問ありますんで、それでやってもらいたいと思います。昔のトフルだったらね20分かけられたんですけど、はい、今20分かけられないっていうですね、非常にタイトな時間の戦いなんですけど、はい、大変になっちゃってるんですけど、はい、まあとりあえずそれぐらい20分ぐらいを目指してやってもらおうかと思いますので、はい、ではやってみてください。はい、頑張ります。はい、はい、では解いてもらいました。時間どれくらいかかりましただいぶかかりました、うん、30分くらいかかったと思います。昔は20分、まあ、ただ問題数変わってはいるんですけど、一応18分ぐらいのペースで解かなきゃいけないので、じゃないと終わらないですし、しかもペーパーじゃなくてコンピューターのスクリーンなんでもっと時間がかかりますので、うん、で問題のレベル的にはどうでしたか。そうですね、まあ、今回恐竜がテーマだったんで、はい、割とまあイメージしやすいのと、はい、生物も勉強してたんで、なるほど、というところで予想は立てられたんですけど、まあ、細かいところでちょっとこう、あれこっちなのかな、こっちなのかなっていう風に悩んでしまいました。じゃあ答え合わせします。さあ、はい、では赤ペンを持ってください。はい、あ、ちなみに恐竜のね絶滅に関するやつで、トフル受けてる人からすると、ああ、また出た、ラッキーってなりますね。何度も出てるんで恐竜の絶滅になって、自分自身2回受けたことありますね、リーディングではこのトピック。ではいきたいと思います。1からいきます。はい、 D P C B A A D B C C で CBDE です。あ、最後全然覚えてない、はい、あ、ということで合ってたのが単語の問題はできたのかな。単語はできました。気になったんですよね、はい、あ、もうしょっぱながら間違えたわけですね。あ、このどうなんですか、第一段落で最初からうふってなったかもしれないですけど、まあそうですね、ペリオントロジストから始まるんで、ペリオントロジストって知ってます、ちなみに。それはちょっとそれ知らなかったですね。はい、まあそうですね、トフルだったらしょっちゅう出てくるですね、古生物学者です。覚えてます、何度も出てますので。もうクリティシャスなんて知らないですよね。知ってるんですか、生物やっててもクリティシャスなんか。いや、英語では見たことないんです。はい、白亜紀のですかな、ね、ね、そこまで重要じゃないです。クリティシャスは内容で分かるようにできてるんで、はい、時代、そう、時代っていうのは分かるようになってたんで、はい、クリティシャスは別に重要じゃないですけど、ペレオントロジスト本当に何度も出てくるので。第2段落がエクスティンクション、エクスティンクションとか知ってます。あ、絶滅です、はい、本当よく出てくるトピックなんで、1,2,3 が間違ったかと、オーサーが何て言ってるか、あ、そうですね、具体例のものがあって、その具体例は何のために出てるかとかっていうのはしょっちゅう出てくるトピックではありますので、まあちょっと正解のね選択肢のアレクシーとか難しい表現は出てる。でも単語は簡単な方でしたね。あ、そうですね、このやつは、はい、あ、多分まあ皆さんが読んだら在学受験生とかうわーってなるかもしれないですけど、トフルにしてはだいぶ優しめでした。え、4はできました、できました。コープ、そうですね、はい、アダプト。この問題数が減ったことによってですね、一番取り問だった単語の問題が減ってるんですよ、今だとトフルって。だから非常にめんどくさいですね、早く回答できるやつが減ってると。で、まあ読み系のがその後は結構できてたという感じで、もう終わったんじゃないですか。2問ミスで前半か、ただ、はい、そして9も合ってましたもんね。入れる位置の問題ですね、これ。まあで、どうやってなんかこれをヒントにしたとかあります。挿入の文が現在形だっ
ったんで、はいはい、で文章であの過去形と現在形でこう分かれてたんで、そこをまず、うんうんうん、で分かりました。なるほど。 consequently とかですね、意味分かりますね。 consequently 印ついてね。そうですね、副詞ですよね。まあ何でしたっけ、これだから consequence は知らないですか。 consequence あの、何でしたっけ、結果と、そう結果だから consequently、はい、っていうのは因果関係を表すもので、あ、そうですね、そんな感じだった。それでやれば出てくるんです。だからこのアイデアは受け入れられないっていう風になってるので、はい、まあ意味がちょっと分かったんだよ。いやいや遅すぎです。18分でこれ全部解かないといけないですから。で最後3つ選ぶやつですけど、まあ、これが一番難しいものになりますので、はいはい、大変だと思うんですね。で本番はもっと大変です。紙でパーッと見れると思うんですけど、本番はスクロールで確かめなきゃいけないんで、なるほど、非常に、まあ、時間が足らない問題なんですけど、普通はですね、やっぱもう覚えちゃってる状況でいかないといけない、うん、もういろんな問題解いてる状況で、もう覚えてる状況でもう3つ選べないといけない、はいはい、引っ掛けがもうすごくあざとい風になっておりますので、うん、もうバツつけちゃってますからね。そうですね、これかなって。大体、まあ、トピックに沿ってるやつが正解になってる。なるほど。このもう最初のこのトピックも大事なんで、ここに書かれてる、あ、ここですね、はい、だから本文の内容としては合ってても、はい、そのトピックに合ってなければ選べないんで、はい、ああ、そっか、そういう非常に面倒くさいものです。たとえ合ってたとしても正解にはならないんで、トピックじゃなければ、はい、という形になりますので、はい、大変だったと思います。はい。で今はどういう感じでじゃあ勉強してるんですか。今は、まあ、YouTube とか友人等にアドバイスをいただきまして、うんうん、まあオーソドックスに公式問題集購入して、うん、あとはそのオーブン社さんから初めてのシリーズっていうシリーズっていうので、まあ、とりあえずその全体的にちょっとこう見てみようっていうことでやって、うん、先にまあ個人的にリスニング、トイックの時もリスニングの方の方が点数が上がってたイメージがあったんで、そこの方ちょっと先にやろうと思って、うん、まあ、その問題集をリスニングやったり、あとはまあ BBC ニュースとか Z をご飯食べてる時とか、あと寝る前とか朝起きてからとかですね、あとはそのなんかちょっとやる気が出なくなった時とかに見てます、うん、なるほど。公式問題はどっちですか、日本語バージョンなのか英語のやつなのか。まあ英語の方がいいっていうふうにおすすめがあったんで、うんうん、まあ、難しいかもしれないですけど、うん、それを購入しました。そうですね、これがそうですね、その FIFS 青いやつのテストで、最新はこれです、緑です、オフィシャルガイド、はい、でこれが今の形式です。なんで気をつけてください。はい、で公認ガイドは古いやつ、高いね、公認ガイド高いですね。一番新しいのはこの緑色の方ですので、はい、と1、2か出てるのと、これですね、オフィシャルテストっていうのが1、2出てますね。この3つ、これが今のトフルです。ちなみにまあライティングとか変わってないところはあるはあるんですけど、なんでそれをちゃんと調べてやってください。本番で違うってことになりますので、まあ、あとはサンプルネット上出てるんで、はい、そちらをやってもらって、でライティング書いてきてもらって、あとスピーキング録音してもらって見ます。はい、なんでその辺のこともやってもらえばいいんじゃないかなと思います。でもね、ちょっと海外行くんですよね。はい。ドイツに行ってくんですよね。はい。じゃあ帰ってくるのは？帰ってくるのが3ヶ月後の2月。3ヶ月も行くの？はい。その間どうすんの？その間もうとにかく問題集とか、あの参考書全部トランク1個分入れていきますね。うんうん、基本的にはもう勉強を基本的にするんで。なるほど。音声とね、ライティングは送ってもらえると思うんで、はい、データで、はい、はい、それをじゃあ見たいと思います。はい、それを期待してます。でも他の教科はどうするの、英語以外も。まあただその科目数は少ないんで、生物、物理、化学と、うん、あと英語なので、うん、まあ、それはあのもうトランク1個分あっていれば、ドイツに行って勉強する、すごい状況ですけど、まあとりあえずじゃあ頑張ってやってもらおうと思いますんで、はい、頑張ってください。ありがとうございます。じゃあ私の本も買ってくれたんですね。はい、買いました。できればサインいただければ、はい、嬉しいです。極めろ、そうですね、リーディング、そうか、まだスピーキングは出てないですもんね。そうか、スピーキング出る前に、はい、こういう形で、ありがとうございます。はい、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。